カーペットクリーニング対決だ。よいしょよいしょ。どうも、上下の乗せと、アルキと、アルミと、モチです。ということでですね、今回なぜクリーニング対決をするのかと申し上げますと、ハルキさん、生まれた時からこのお家ですかね。そう、18年と半分ずっとこの家です。カーペットは変えましたか？いや、多分変えてないんじゃないですかね。ということはですね、ハルキが18年間素足でね、ここをね、歩きまして、足の皮脂やら汚れやらがね、もう18年分このカーペットが詰まってるわけなんですよ。まあだいぶね、そう、撮影部屋をね、まあ綺麗にするっていうのも兼ねて、ちょっとここいらでね、対決形式でカーペットをね、綺麗にしていこうと思います。はい、なるほど。ということで、カーペットクリーニング対決やっていきましょう。あーいしょ。じゃあまずは親戚チームからグッズを紹介してください。はい、僕たちが、まあ、今回持ってきたものは、はい、こちらカーペットシャンプーです。おー、そのまんまや。理由といたしましては、はい、まあ、ホームセンターに僕ら昨日2人で行ったんですよ。おー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 。で、まあ、探しに行ったわけですよ、カーペットをきれいにするためのものを。うん、まあ、見た感じ見当たらなくて全然、はい、はいはいはい、店員さんに聞いてみたわけですよ。そしたらもうめちゃめちゃでかい中にこれ1個しかなかった。そんなことある？マジで。もうね、今の日本でね、はい、家が絨毯張りなんてないんですよ。確かに。あ、フローリング10種類あるんだね、カーペットこれしかない。いい。じゃあ僕たちいいですか？はい、まあ、まずその大まかなね、このゴミたちをこのコロコロでね排除して、うん、でその後この除菌セスキの激落ちくんとこの粉をね、こう水に入れまして、うん、そこにねこの激落ちくんのこのスポンジを浸しまして、はい、これでキュッキュやると。そうするとあら大変あら不思議じゃないあら不思議この繊維にねこぶりついた汚れがみるみる取れていくという魂胆でございます。おー、なるほど。いや、まあいい勝負になると思います、うん、じゃ両チーム制限時間15分でどれだけ綺麗にできるかやっていきましょう。いきますよ。はい、いいですか？それではよーい、スタート。やばい、これめくんの忘れてた。ゴミをゴミを待つ、ゴミを待つっていうのがあった。いけ、やばい、強いやつ。あ、やばい、待って、バカお前おい、待って、範囲広げんなよ、バカお前頭使え、お前。そして、蓋を開けてスプレーします。いきます。はいはい。うわぁ、これ大丈夫？これ怖っ。白いぞ。怒られないかな。このブラシがついてるんで、これでこうね。いやぁ、強い。で、固く絞ったぬので水拭きをして、こうだ、もう追加してください。ちょっと、カーペットにこうなじませます、これを。うわー、すごい盛り上がってない？もこもこ盛り上がってるかー。イエーイ。ちょっと映ってねえとこでボケんな。おーい、これあっち、驚きの結果なんだけど、外したところが一番綺麗なやばい、やめてくれ、そういうこと言うな。やばいぞ、おい、もう俺らサボってんじゃねえや。やることがねえんだよ。やることを見つけるんだよ。え、でもさ、綺麗じゃね、この辺とか。邪魔だ仲間あれがすごいな。よし、あと1分切ったぞ。やばい、1分切ったぞ。することがない。3枚1分、歯抜きを返せ。あー、よし、いい人に頼れ。戦え。あとどんくらいだ？あと10秒だ。ラストスパート。いけー。邪魔すんな。無駄遣い。あー、あー、おったー。何これ。とりあえず僕らはね、洗浄が終えたので、ちょっとね、まだ濡れているので、これを乾かして結果発表に移りましょう。はいはい、乾燥終了。というわけでね、結果をね、ちょ、見ていきましょうか。はいはい。こちらが新世紀チームのね、マットなんですけれども、まあパッと見ですね、あの汚れたようにしか見えないっていう明らかにね、汚さが増しているという、そ
その業務用のやつを使ったにもかかわらず汚いというミレニアムチーム。こちらね、まあ、伝わらないと思うんですけど、あのカーペットの質がですね、あの変わりまして、一粒一粒のこの繊維がね、なんか買ってんだこれこれ例えると、例えるとカーペットの繊維が勃起してますよこれカーペットの繊維がね勃起してますね確実に。なんか汚いです、ね、確実に汚れていますねまあ、こちらのね結果をね見て結論、カーペット清掃は業者に頼りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。え？何これやばい、汚っ。取り終わったはずなんですけど、これどういうことですか？あ、こうおしっこぶかけちゃったから本当にどっちもね別バージョンで汚い。なんか黄ばんでるんだけど、四角く見えるもんね。いや、もしかしたらこっちが汚れててこっちが綺麗なのかもしれないよ。あ、こっちが本来の色ってこと？そうで、見た目は圧倒的にこっちの方が綺麗だけどね。やっぱ繊維が勃起してるってことはなんかレトロだもんね、色新しくなってるんだよ、綺麗になってるんだよ。違うか？違えよ